ジラ。なんだね。ラジオとタップが嫌いな小倉優太いんじゃん。いるね。なぜかここに来て中国進出を計画しているんだって。どうして中国なの？中国だと Google が使えないからラジオ降板したことがバレないからかもな。完全に中国舐めてない？舐めてると思うよ。ラジオも舐めてたくらいだから。そんなんで通用するのかな？ないと思う。中国人が小倉優香の中国進出に関してコメントしているみたいね。そうなの？まず中国人 A さんに聞いたんだよ。そうしたら、うん、それ誰って言ってた。そもそも知らないってことね。中国人 B に聞いたら、うん、私日本語わかりませんって言ってた。聞く人間違えたね。中国人 C に聞いたら、うん、おっぱいが大きいだけの女が通用するほど中国は甘くないって言ってた。おお、朝倉みくるさんは中国進出に関してなんて言ってるの？おっぱいが大きいだけの女が通用するほど中国は甘くないって言ってる。